人から1番、2番、3番、ダッシュは4番、5番、6番です。スタートしました。1コース1号艇高田、そして5コース5号艇川上コースタート。1マーク1号艇高田が逃げる、4号艇の松尾が巻き出すか、振り込んだ2号艇和田、間から5号艇川上が続く、トップ争い逃げる1号艇高田明、内側から4号艇松尾のヘッサキがかかってくるが、2マーク内側から5号艇川上武史が先制、4号艇松尾が差し返す、切り込んでくるんですが、この差しわずかに届かないか、上位体系現在は5番4番1番です。何をやっても伸びはある程度いい感じなんですか？そうですね、どんなに叩いても伸びは結構ついてくるかなっていうところがあるので、はい、はい、これで得点的には余裕が出まして、後半4号艇なので、うん、そうですね、まだ上積みしたいなと思います、うん、順位高枠で乗りたいので。そうですよね、はい、後半も一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします、はい。内から1番2番ダッシュは3番4番5番6番です。スタートしました。3コース3号艇福島、踏み込んだトップスタートを切りました。一周1マーク、まず2コースからまくる、2号艇井上インを叩いた、切り込んだら3号艇福島祐希、この内側から4号艇川上が突っ込んでくる、左右茶6号艇広瀬、突っ張りですが内4号艇川上、間3号艇福島、スタートは正常です。2マーク4号艇川上が先制する、握っていったのは2号艇井上流れた、内を突く6号艇広瀬、あるいは外3号艇福島、内1号艇吉田角郎を続く、先頭4号艇川上が一定差リード。連勝、はい笑っちゃってますけどびっくりしたっす。よかったです。白目向いて上がってきましたけどね、はい、出足はいい状態でした。そうですね、はい、回って押してたので、はい、2コーナーちょっとやりしくったなと思ったんですけど、それでも前にいたので、はいはい、その辺はプロペラの成果が出たのかなと思います、はい。じゃあ今のプロペラだとしっかりあって出足伸びバッチリという感じ。そうですね、はい、悪くないと思います、はい。チルドは下げることはないとは思うんですけど、はい、プロペラの微調整だけは引き続きやっていこうかなと思います、はい。